皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の竹澤でございます。今回はまた歌イストカバーの解説動画ということで、エブリシングという曲の、ミーシャのエブリシングですね。こちらの解説をさせていただこうかなと思います。まあ、結構、ね、解説してくださいみたいなリクエストも多かったので、まあ、ちょっとやってみようかなという感じでございますが、いつも通りすごく難しいと思います。頑張って、ついてきてくださいませ。画面のズバババンとお手元も大きく、ちょっと違う角度で、見せしながらやってみますので、頑張って習得をしてみてくださいませ。まだ演奏動画聞いたことがないぜ、演奏聞いたことがないぜという方は、ちょっとまあ、ね、概要欄の方から、ちょっと演奏動画を聞いてみていただいて、やっていただければという感じでございます。ちょっと長くなると思うので、前半後半に分けようと思います。A メロ、B メロ部分と、2本目の動画ではサビの部分、ギターソロの部分、そんな感じで小分けにして説明させていただきますので、ぜひ習得をしてみていただければという感じです。順番にいきましょう。まあ、最初イントロです。こんな感じのパターン。C、バツ、3、5、5、5、バツから G 音 B、7、バツ578、7バツ578、G 音 B。で、そのままこっちに下がって、A 音、F 音 A か。5バツ356。で、中指だけ下がって、F マイナー音 A フラット。で、その次、親指で3フレットを押さえて、3バツ555といって、C 音 G ですね。で、その次、普通に G に行くと。3バツ5433ここですね。3バツ5433。これを、右手がちょっとこのツを入れながら弾いていきます。こうだ。この2本と人差し指と親指というこの3つのパートに分けているみたいです。カーコパ。結構人差し指はこの、ね、ブラッシングみたいなことをやってその、ね、パーカッションの音を出してるっぽいですね。タートタ。最後にジャッジャッジャッジャに関してはそのストロークをすると、パートタツテトテ、タートタツテトレットデツテト、パートタツテトレットデツテト、パートタツテトレットデ。今の感じですね。デトデデトデトデツテト。こんな感じみたいです。で、その次、ウォーキングベース始まります。A メロちょっと弾いてみます。こんな、順番やってみましょう。まず C をバーンと弾きます。シャーンと。で、ベースの音が C、C の終わったら、ド、シ、ド、レ、ミといきます。で、この時のコードが Em なので、ズッカ。このマイナーセブンスとサードいきましょう。ズッコカ。で、ソニ。ベースがソニいきます。ミ、フ、ミ、ソ。で、その次。F メジャー9つですね。8798。で、ベースの音がファミファソラまでいきます。で、ラに行っているときに、またちょっとコンピングしたいので、人差し指で。
その次。これは E フラット7スフラット5かな。6、7、6、8。バツ、6、7、6、8ということです。これにつながります。とって。で、ちょっとこの空洋の感じで。こう、バッと弾いて、Dm7th を、ハンマリングすると。で、ベース上がります。で、ここは G9th なので、この19、10、10を弾いちゃいましょう。で、その次は Em7th フラット5、7878ですね。で、これから。A7 のフラット13につながると。5×5×6×6 という感じです。で、なんかすごい適当に弾いてますね。なんかすげえ適当に弾いてます。なんか弾いてます。なんか入れると。で、その次。F シャープマイナス分数フラット5なので、2×2×2×1 というフォームですね。で、ベースの音がファー、ソー、ラー、ファー、ファー。で、この時は F マイナス分数なので、こんなボイシングと、ベースにいきます。で、その時 E マイナス分数。Am7 と Em7 から Am7 で D9th に行きます。さっきの F9th と一緒ですね。ここでまたコンピングすると。で、その次、Am7th なんですけれども、親指でこの4フレットに行って、4×5543 と、4×5543。で、3フレット制覇の状態でアップストロークをして、G7th を、ハンマリングすると。こんな感じです。ちょっとゆっくりやってみますね。まず最初 C からスタートです。C からスタートして。その後に、っていうパートが続くんですけども、その辺をやってみましょうか。不思議。で、この後、F マイナーからスタートします。あなたと出会う、あなたと分かる、なんだっけ、あなたと、にあなたを、みたいなところ。F マイナーから。A フラットオン B フラットってことですね。6×654、6×654。で、その次に D フラットメジャーセブンスオン A フラット。D フラットメジャーセブンスオン A フラット。4×6×5×6。
また G からハーマニングして。また Am7 をウォーキングすると。で、また A フラットメジャー7から。G をハーマニングして、戻るという感じです。ちょっともう一回やってみましょうか。2回しもやってみます。あ、A な E のところか。あ、この辺は一緒ですね。で、D の E スに行って、この辺りが F マイナーから。で、A マイナーに行って、ハマり。で、B メロに入ります。B メロ行ってみましょう。B メロは C オン E からスタートです。このミのところに入るわけですね。C オン E。ゼロ、三、二、ゼロ、一、ゼロ。こんな感じです。トン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 。で、その次は F ナインじゃなくて F マイナーセブンスなので。いや、F マイナー9か。ここのメジャーにならないように気をつけましょう。5、3、5、5です。愛しき日。で、その次、G ナインスから。G ナインス、19、10、10から、G ナインスオン F、8、9、10、10ですね。に、ずれます。で、今度はまた7フレット制覇からハンマリングで E マイナーを弾いて、どうなんだっけ、愛しき。そして E マイナーから、普通に A マイナーを弾くみたいですね。で、その次 B マイナー7フラット5、2323から。上にずれて、E7 のシャープナインス。ちょっと展開して、B フラットセブンス。7678から6×678。いきます。で、A マイナーセブンスになって、5×5555ですね。ここから、E ナインス、×76777が1秒ずつ下がります。で、小指で、13のトンも入れたりとかして遊びましょう。で、その次、D マイナーセブンス。5356。で、ベースを変えて、C オン E ですね。D マイナスですから、C に行って F。で、G に対するパッシングコード。で、その次、F オン G。これも普通にストロークすると。で、その次、3×3454っていう G7th のアドフラットナインスサーティンスっていうコードが出てきます。で、これをジャッジャッジャラッジャッとやると B メロの完成という感じです。B メロをちょっともう一回やってみましょう。C4E からスタートします。ワン、ツー、スイート、シキヒ。こんな感じです。
で、これをまあリズムよく弾いていくと。こんな感じで A メロ、B メロは完成という感じです。A メロも B メロはそのなんかウォーキングベースのパートになっていくので、結構左手がわーっと忙しいんですけれども、どこを弾くかをちゃんとこの把握しないと、やっぱり頭が混乱すると思います。どっちかというと、その指を動かす練習というよりも、最初は覚える練習の方が大事になってくると思うので、覚えられない箇所を、とりあえずまあ繰り返し小分けにして練習することをお勧めします。適当にこうバーッとメモをして、全体を通して練習するんじゃなくて、最初は2小節だけとか、3小節だけとか、4小節だけとか、できるだけ小分けにして、小分けにして、動きをまずこの体に染み込ませるわけですね。で、C からスタートするぞと。で、こっちに行って、で、上に行って、で、こっちからこっち行って、という感じで、動きをしっかり把握する練習をまずやると良いかなと思います。で、それができるようになってきたら、またこう繰り返し練習して、指がちゃんと思い通りに動くように練習をするという感じです。で、さらにそこからその発展してくると、なんて言うんでしょう、自分でこのフレーズを考えてみるというのもなかなか面白いと思います。最初 C に関してもね、すれ違うのところから、この C からスタートするんじゃなくて、こっちからスタートしてみたり。またボイスを変えてみたりとか、そんな感じでこう自由な発想でまたできるとすごく面白いんですが、そんな感じでステップアップしていくといいかなという感じでございます。ちょっとざっくりな解説になってしまいましたけれども、その辺は、ね、そのビデオを巻き戻して、そのポジションをメモしたりとかして、頑張って習得をしていただければという感じです。次の動画では、サビの部分ですね。その You're my best youの部分を解説していこうかなと思いますので、楽しみにしておいてくださいませ。それではちょっと長い動画になってしまいましたが、頑張って習得をしていただければという感じです。また違う動画でお会いいたしましょう。さよなら。